じゃあこんにちは。さあ今日はゲストの方にお越しいただいています。はい、ね、はい、なんと元 J リーガーの、はい、はい、那須大輔さんです。よろしくお願いします。そう、現在 YouTuber で、はい、サッカー界、はい、最初の YouTuber、はいはい、にやらせていただきました。じゃあまさに豊さんとこう通ずるものが、そう、はい、先駆者だ、パイオニアっていうね。英語にしたけどね。いや違う、ここが大事なとこだな。そうですね、はい、パイオニア、まあ、先駆者というよりはパイオニアって言われた方がな、なんかちょっとかっこいい意味で。あ、そうだね、パイオニア、はい、いろいろ共通点がある。横浜に住んでたから、ね、そうです、横浜に。あ、そうなんですか。はい、生まれ横浜で、はい、11年ぐらいですかね、横浜に。へぇ、はい、で、鹿児島行ったんだよね。そうです、鹿児島で。俺も鹿児島住んでたことある。え、いつですか。小学校1年ぐらい。あ、そうなんですね、うん、高見町っていうところ。いや、いや、本当に、ね、今、いやいや、いらっしゃる方いらっしゃる、ね、いや、いるかもかんない。へぇ、もしくて豊さんの息子さんも一緒に。そうなんです、長男の俊之さん、浦和レッズで一緒に、はい、はい、その時ご挨拶させていただいて、あ、 そこが初めてお会いした。息子がコーナーキック蹴ったんだよ、はい、那須さんの頭ぴったり合わせてたんだけど、はい、外した。それはどっちか、どっちがあるんですか。いや、俺はやっぱり年上年下って考えたらさ、はい、先輩がやっぱ決めるよなって。その後走りながらこうバックだったからさ、ポジションに戻るときに俊之の方をこうやって見ながら、ちょっと謝ってたよね。あれはね、完全に決めれた。合わせていかなきゃいけなかった。アシストお金になるから。違う、インセンティブはついてる。え、そうなんですか。選手によってはありますよ、そういうインセンティブ。アシスト級だったり、ゴール級とか、はい、無失点級とか。あるんですか。はい。あ、裏の時無失点級あった、僕はないです。個人の交渉なんですよ、そこ。あ、そうなの。はい。だから、あるチームとないチームがあるんで。得点もあった。僕、得点もなかったです。何があった。勝利級で。チームの、はい、チームの勝利級。浦和の勝利級はいいんだよ。言えないと思うけど。いや、そこはちょっとあれですけど、まあでも、すごく、なんていう、なんていう、例えればいいの。見てた言った。あ、それ言ってないです。それ言ってないです。でもね、いや、二桁、お前、一桁は J2 しかない。一桁は J2。二桁はあるよ、お前。二桁だと思うんですけど。三桁に近いよね。まあ、そこはご想像にお任せしますけど、はい。じゃあ、そのアシストをね、一個消したってことですよね、息子さん。そうだね。はい、お金をね。もうでも、アシストで何十万も。お、あ、いやいや、違う。何、お父さん。お父さん。お父さん。お父さん、やめてください。いや、本当に。いや、本当に。今回、お父さん、やめてください。いや、でもね、サッカーのインセンティブって結構面白くて。人それぞれ違うんですよ、勝利球がね。野球と違うんですか。全然違う。野球とはそうですね。それは、まあ、種類が違うから違うよね。まあ、その当時は、こうやってごめんねって言いましたけど。プロはそんな簡単に決められないぞ、プロでも。確かに。厳しさを教えたっていう、はい、ポジティブな感じで伝えましたけど。裏テーマがあったんですよ、そういうね。はい、まあ今日はね、応援の、まあ、例えばヤジとか、はい、きついところ、応援が迫力あるとか、はい、それを想像で野球界はどこなんだろう。それちょっと3つを、サッカー界から見た応援の仕方が一番こう、選手の心をかき乱すというかさ、はいはい、そこのチームはどういうふうに、巨人ファンなんでしょ。僕はい、元巨人ファンです。で、名前がボンボン出てきたんだよね。はい、だから変わってます。原とかさ、はい、原さん、はい、吉村さん、吉村さん、岡崎さん、尾形さん。ロメイシはいましたか、その時。ああ、いなかったです、僕。ガリクソン、あ、ガリクソン、はい、ガリクソン、クロマリー。そこさ、横浜に住んでたんでしょ。あ、あれ、そうです。その時さ、モロ俺かぶってんだよ。あの、よく俺の名前、一言も出てない。あれ、普通の名前でも出てこなかった。すみません、もう本音言わせてください。僕、横浜スタジアム行ったんですよ、見に。でも、その幼少期の気持ちですよ、素直な。うん、なんか、あんま面白くなかったんですよ、僕。その時。その時代が。弱かったからな。なんか面白くなくて、巨人その時になんかこう、キラキラしてたじゃん。いや、強い。いや、当時の巨人は強い。ですよね。そう、キラキラしてる感じに、まあ、画面上ですけど、テレビで、うわすごいなぁと思って、巨人ファンになっちゃってそうな。まあ、そうはあるな。再発が巨人ファンだ。あの頃、そうですよね。子供は特に、うん、ね。そうです。さあ、じゃあ、応援の。はい。え、これはサッカー、え、いや野球界ですよね。もう1位。サッカー界から見て、はい、野球界で。1位はダントツに決まってます。どこ？もうダントツですもん、これは。阪神。おぉ。ここは、
阪神は僕あのヴィッセル神戸昨年まで所属してて、うん、関西圏の気質というか人の感じも分かってますし、うんうん、あとその球場の雰囲気とか、うん、あと客席がこうあれじゃないですか、ちょっと近い近い、まあ、やからもいいしね。まあそこまでしっかり見たことないですけどね。俺の時代はやからばっかりだよ。関西地方もそうですよね。やじられた、やじられた。そんななんですか、ね、やじられた。どんな感じでした。でも友達になったけどな、豊かー豊かーまた来たかーみたいな。ちょっとおかしいやつ、ね、おかしい。手を挙げるとああいいぞお前だけ応援したろーみたいな、そんな感じだった。あ、そうなんですね。でもね、ヴィッセル神戸っていうとこ関西なんで、はい、あ、でもガンバ大阪、ガンバ大阪ヴィッセル神戸の客室違います。ちょっと違うかもしれないですね。もっとなんかサッカーでも熱い応援のチームと温かい応援のチームがあるんですよ。ちょっとファミリーチックなのと、そのこっちはもうなんか、なんていうんですかね、もう結果を出さないと俺らも命を張ってんだ、どっちもそういう気持ちでやってる。ああ、それは浦和でしょ。はい。浦和怖いって言いましたよ。浦和はね、はい、俺も何回か行ったことあるけど、はい、迫力ある。ありますよね。ある。だから負けるとブーイングがすごい、いや、もう殺されるんじゃないかなっていう感じがするよね。まあそうですね、迫力めっちゃありますよね。あの、あるよね。負けたりしたらやっぱりこうめっちゃきますけど、はい、でも僕はあれが気持ちよかったですね。でも、はい、味方につけて戦えるっていうのはすごい心強かったです。心強いです。で、味方で負けて敗戦してブーイング食らうじゃないですか、うん、フラーレッツのサポーターの方、うん、あれも心地いいんですよ。なんかこの感情をこう金銭をこう触れてくれるんですよ、ぐらいすごい圧が来るんで。もう一回言って。筋肉不良。ここブルブル。これもう初めて心臓もね。これはあのブルブルしてきたら、また擦れられるの。ショアルも持ったことだ。もうみんな喜んだよ。でもすごく圧すごいんで、逆にね、やってやる、次勝ってやるみたいな気持ちにさせてくれるんですよね。闘争心に火がつくっていうのなんですね。そうなんです、そうなんです。でもサッカー選手で総じて愛想がないよね。勝っても挨拶ファンに行くのに。まあそうですね、あの結構スカした感じのスカしすぎだよ選手は。そうですね、いるかもしれない。だって野球だったらさ、サインボールを投げるとかさ、あーとかやるじゃん、うん、絶対あんなよ。どんな感じ。そうそんなことない。いや、まあ疲れ切ってるんだと思うけどさ。まあピッチでね、あれだけ何分間のことじゃない、うん、だからあーとかやれゃいいのになとか思うんだけどさ。エル選手も一人ぐらいはいらっしゃいますか、ね、いますけど、これちょっとあるある、まあ、全体的なんです、結構のあるあるなんですけど、もしも選手に何かをしてもらいたい、その試合終わった後に勝った後に気づいてもらいたいとかあったら、ユニフォームをこうやって掲げてください。ユニフォームをこの加工自分営業か。いやいやいや、ちょっとファンに対する、あれ、ね、とりあえず毎年ユニフォーム変えるんだよ、サッカーって。で毎年変わらなきゃいけない。そうですね。で、背番号もさ、はい、意外に変えるんだよ。変わったりしますね。はい。うわー。営業営業。グッズの戦略ですね、それは。でも、それ古いやん。言われちゃって。でも僕、あの、本当ユニフォームこう掲げてくれるサポーターに全員にこうやって、こうグーでやって、こうやって。あ、優しい。全部やってました。いや、だって、はい、その何パーセントが自分が入ってくる。お金にしか見えてないですね。チャリンチャリンチャリンみたいな。もうこうだよ。こうハートハート、ありがとねって言ってね、やらしいな、意外に。違います、違うの、違いますけど、まあまあでもありがたいよね。ありがたいです、めっちゃありがたいんで。でも気づきはします、やっぱり嬉しいですもん、背番号もこうわーってこう振ってくれたら。はい、ちょっと話戻しますけど、プロ野球の中のベスト3のマッチ一つは阪神の熱狂的な応援。熱狂的な、まあ確かにね、80年代、85年、優勝した時は、もうね、地響きがする、してたっていう感じがしてた、守ってて。そのぐらい迫力があった。ホームでクロスプレーやって、相手の選手が倒れるじゃん。その玄関から出れなかった。もうお客さんが引いてセンターから出た時もあるし、そのぐらい厳しかった。もう裏も続くところある。まあでも、な、客席とかにこう、あげて、グラスタジアムに入ってこないですけど、さすがに。まあ、でも結構近いものはあるかもしれないですね。家から出られないとか、やっぱりちょっと。まあでも日本のサポーターではそんなまではないですけど、あのプレーしててさ、はい、
ヤジとか聞こえるの？全然聞こえないです。そうだよね、はい、全然。あ、やっぱ聞こえない。いや、聞こえるハゲとか言われたら、あらーって言われたら、まだハゲてなかったですよね。まだそうです、薄くなりかけた。あ、なりかけの時だ。まだハゲてるか、ね、トイレでこうやってちょっと確認してハゲてるのかなって。いや、成績の方に集中してください。あらーとか思ってたけど、まあ、でもそういうのは聞こえないよね、サッカー。いや、聞こえないですね。終わってからですね。試合が終わってから、そうだよ、はい、聞こえるのは。あれ、なんなの挨拶？え、なんでっていうか、終わってからですか？うん、あ、もうそれはもうサポーターへの感謝です。はい、まあ、あの、応援してくれてありがとうって、まあ、勝っても負けても、してくれてありがとうございます。あれ、海外でもやってる？あ、やってます、やってます。勝っても負けてもやってます。はい。危険を感じるときってない？なんか、物が飛んでくるじゃん。僕の記憶をたどっても物が飛んできたのはないですけど、ヤジはありましたけど。ヤジが飛んでくるのはもう負けたんだったらしょうがない。しょうがないです、はい。ただ俺らね、イベントでさ、ユニフォームをみんなペンライトかなんかを配って、うん、勝ったら球場でこうやって振ってイベントしましょうみたいな、はい、で負けたんだよ、3連敗した。で、ね、中坂とか出ろとか言って出たら、そのペンライト投げられた。相当な感じで、もうね、弓矢が飛んでくるぐらいの感じだった。おい、だからやめた方がいいって言ったでしょって、もうすぐ引っ込む。だ、危ない。負けてこうやると危ないなぁとか思って、うん。サッカー、サッカーないですよね。上品だね。なんかね。なんかそこはなんか、あんまりないですね。阪神が出たんですけど、阪神進まないよね。そう、そっからね、どんどんいろんな、まあ、聞きたいことがたくさんなっちゃうんで、ね、はい、まあね、で、次は、じゃあどこのチーム？ポンポンと。巨人。巨人。はい、次は。はい、2チームなんですよ、ちょっと。いや、いいよ。広島か、ソフトバンク。俺らやってて、はい、一番はロッテが嫌だ。ああ、ジャンプです。ああ。いや、あの統率が取れて、やっぱ声が揃って、ダッとこう出されると、迫ってくるものがあるんだよね。あれは浦和の応援団から、サッカーの応援をモチーフにしてやってる。だからすっごい迫力だよ。あの交流戦の時とかね、は感じた。ヤジとかではなくて、あの一体感っていう、一体感が迫力がある、まあ、そして黒なんだよ、なんか威圧されるというか、そんな感じで。巨人とか品がいい。ああ、やっぱそうなんですね。品がいい、品がいい。僕ファンなんで、なんかちょっとそうあってほしいっていうのも含めてなんですけど、でも昔のなんか巨人のイメージは結構熱い感じの、今の感じと変わってます？いやー、でもね、昔からやっぱ品がいいよ。だって大半が勝つの。マシで横浜って18連敗してるのね、はい、巨人対相手巨人、はいはい、だから品がいい、品がいい。今日もお客さん、お客さんを呼んでみたいな、俺らね、お客さんまた今日も勝てるわ。だからものすごい品がいい。ヤジなんかな、お前たちとずっとやってたいよみたいな温かみが、それは深掘りされてるからですそうだよ、ね、今日はだから、まあ確かに阪神ね、だから日本ハムとか、あのソフトバンクが品がある。なんかイメージなんですけど、なんかこう大きい球場で観客の人がバーって入ってなると、すごい圧を感じるのかなって僕イメージを勝手に持っちゃってて、でなんか広島とかソフトバンク、そうですし、もうバーっていつも入って、まあ、広島は、はい、あの応援こうやりながら立ったり座ったりするじゃん、バーってスクワットですよね。もう疲れちゃったよ、ファンが。ファンが。スカートね。やじれん。やじれん。疲れちゃった。でもそれこそ昔の広島のファンはすごいって聞いたんですよ。いや、それは品がなかった。もうやから多かった、やっぱ。だから張本さんがバットで、はい、フェンス登って殴ろうとしてたら、そういう事件もある。ぶっ止めて。いや、それは殴らなかったけど、でもそのぐらいこう頭にきてる。だから、まあ、応援ってね、はい、ありがたいけども、はい、なんか、脅威に感じる時ってあるでしょ、やっぱね。でも僕はまあ、そのくらいでっていうのはあれですけど、海外では結構あるね、はい、乗り込んでグラウンドまでこう入ってみたいのを、うん、国によってはあるよね、あったりしますし、うん、その時ロッカールームにみんな選手に入れ込んだって話も聞いたことありますし、日本ではあんまないですけど、うん、ブラジルでよく言うんですけど、このずる賢いプレーっていうのがあって、ちょっとわざとっていうか、軽くこう小突いたりとか、うん、見えないところで、で相手をイラつかせてこうカードをもらわせたりとかいうの、なんかこうずる賢いプレーあるんですよ、駆け引きで、はい、でもそれもやっぱプロなんで、海外の選手ってもうそれが当たり前なんで、別にそんな気にしないんですよ。
でも慣れてないとやっぱ気にしてカーってなるじゃないですか。だから、まあ、そこは良し悪しですよね。面白いですね。まあ気質によってな、はい、国の気質によっては違う。そうですね。まあ、話がちょっといろんなところに飛んでってまとまってないけどもね。まああの那須さんも YouTube やってるし、また今度ぜひ遊びに来てください。で僕も那須さんの方には出てるしね。コラボでね。はい。まあありがとうございました。ありがとうございました。